さあ、そんな中でですね、いろいろね、こう、情勢が、世界情勢がまあ変化していくわけです。で、その後日清日露というね、二つの大戦を日本は経験していくわけなんですけども、まあ、そんな中でですね、こう、朝鮮とか中国との関係も悪くなっていく。で、そんな中でまあ、ある事件が起きまして、戦争ではないんですけども、少しまあ、小競り合いみたいなことがありまして、軍艦を派遣すると、ね、海軍の軍艦が派遣されます。でもね、かっけーですよ、やっぱり。この軍艦を派遣するんですけども、そのね、船員たち、乗組員たちがどんどんかっけーで倒れていく。やばいやばいと。これからもしかしたらね、争い、戦になるかもしれないのに、どんどん海軍の乗組員がかっけーで倒れていくってことで、もう、本国にね、日本本国に、応援をね、要請するんですよ。ちょっとやばいですと。もう大変です。みんなかっけーで倒れていて、すいませんが、ちょっと応援で何人かよこしてくださいって言ってね、言うわけです。それを日本本国はですね、受けるわけなんですけど、なんとこの時、応援用の乗組員のうち309人、当時用意されていたらしいんですけども、その309人中なんと180人が、脚気の療養中で寺にいたらしいんですよ。だから、あ、応援、わかりました。いや、でも309人ね、うちいるんですけど、そのうち180人寺なんですよって。え、なんで寺なんかにいるんですか？いや、もうみんな脚気にかかってて、今寺で療養してるんで、治療してるんですよって。ね、309人中180人寺にいるわけですよ。非常事態。じゃあ応援も全然呼べないのっていう状況が海軍にあった。そんな中でさらに、こういったことがもう立て続けに起きるわけなんです。軍艦、竜城と。ね、難しい漢字ですね。当時の海軍の軍艦で竜城という、軍艦がありました。さあ、それでこのね、竜城はですね、練習の航海に行くんですね。まあ、これからもう本当にね、戦争間近かもしれないということで、まあ、海軍もね、結構厳しい、本格的な訓練をします。そしてこの竜城はですね、練習として非常にこう、長い航海に出るんです。9ヶ月かけてですね、ニュージーランドから南米に行って、そしてハワイというですね、9ヶ月間かけるもう練習のね、非常に厳しい練習をするんですよ。ね、それで高校に出ました。で、その乗組員376人いたんですが、なんとこのうち、これ練習ですよ。戦争じゃないです。練習に行っただけで、376人中、169人が脚気にかかった。で、さらにそのうちね、25名が亡くなっちゃったんですね。ただの練習に行っただけなのに死者が出ているんですよ。25名。で、この事件が起きても本当にこれはまずいと。練習、戦ってないのにこんなに人が亡くなっている、兵士が亡くなっている。一体これじゃ戦いになったらどうなるんだと。こんなんじゃ済まないぞと。もう本当に脚気なんとかしなければということで立ち上がったのが高木兼弘なんですよ。ここで出てくるんですね。ね、栄養士の方、栄養学生の方お馴染みだと思いますけども、高木兼弘大先生でございます。ね、この高木兼弘。この方はですね、海軍の軍医、まあ、軍のお医者さんだったわけなんですね。高木兼弘。で、イギリスに留学されて、イギリスで医学を学ばれて、まあ、海軍の、その軍医としてね、当時、まあ、勤めていたわけなんです。そしてこの高木兼弘がですね、どうしようとね、この脚気。で、考えてたらしいんですよ。この脚気は、どうやら食事なんじゃないのと。ね、なんかみんなドイツがどうとか細菌が原因じゃないかって言ってるけども、いやこれなんか食事だと思うんだよなっていうことを高木先生はね考えていたんですよ。で、本当にその食事で防げるのかどうかっていうのを試してみようとね、もうよくわからないから一回試してみたらいいんじゃないかということで実験をするんですよ。それがこの軍艦つくばによる実験になります。これがものすごいね、大規模な実験でして、これがですね、この、先ほどね、多大な犠牲を生んだこの竜城、ね、9ヶ月かけてニュージーランド、南米、ハワイっていう大航海の練習をして多大な犠牲者を出してしまった。この竜城と同じルートで食事だけ変えて行ってみたらどうなるのということをやってみたんですよ。ね、それでこう、つくば。という軍艦が出るわけです。で、この時食事をどうやって変えたかというと、まず白米、ね、白米を麦ご飯に変える。
あとおかずも肉とか卵とか、あと野菜なんかね、そういったおかずを増やす。主食を変えて、白米から麦飯に変えて、さらにおかずを増やすっていうね、この食事改革でやってみたんですよ。さあ、これでどうなるか。どうなったと思います？これがですね、驚きの結果を見ます。なんと、このつくば、かっけ患者、ゼロだったんですよ。ねえ、その前は362人中169人かっけにかかって25人亡くなってるわけですよ。同じルートを食事だけ変えていってみたら、死者どころか、かっけにすらかからなかったっていうんですよ。もうこれだと。ね。もう食事じゃん、それって。なると思うんですけど、ならなかったんです。ここからが悲劇なんですよ。それによって、こう、日清日露で多大な犠牲を強いてしまうということにね、繋がってしまうんです。ここでですね、海軍の中ではね、それ評価されたんですよ。わ、聞いたこの間の高木先生の実験。ね、こうつくばっていう軍艦でさ、食事変えたら、活気ゼロだってよ、みたいな。マジかよ、すげえな、さすが高木先生じゃん。じゃあもうこれでよくない？もう海軍の食事変えたらさ、活気もなくなるし、俺ら大丈夫じゃん。戦いに専念できるじゃん。っていう風に、海軍内ではなっていたんですが、この陸軍ではそうはならなかったんです。ここはね、なぜかっていう理由があるんですけども、当時ね、陸軍のその軍医っていうのは、東大の医学部とこう非常に密接な関係にあったんですね。そしてさっきね、当時の医学の最先端はドイツ。で、そこで細菌説が有力だったので、こう、活気も細菌なんじゃない、細菌が原因なんじゃないかってなっていたわけなんですけども、この東大はドイツの医学だったんですよ。ね。つまりこう、陸軍のバックについている東大医学部、そこはドイツの医学を採用している。で、そこの学問っていうのは細菌説を採用している。つまりこの陸軍とか東大側からすると、ふざけんじゃないと。何が食事だよと。食事が原因で病気になるわけないでしょと。で、当時は本当そう思われてたんですよ。今でさえね、食べ過ぎたら太るよとか、血圧上がるよ、血糖値上がるよ、生活習慣病になるよ、食事しっかりしましょうね、食事で病気予防だ、なってますけども、当時はそんな空気ではなかったんです。だからこれね、これ陸軍東大からすると、いやいや、何が細菌説、あんなイギリスでね、ドイツでもない、イギリスで学んだこんなね、軍医がなんか食事ふざけん、もう笑わせるなと。ね。そんなわけないだろうと。間違いなく、かっけは原因になる細菌がいるんだ。ね。まだ見つかっていないけども。この病原菌さえ見つければ、かっけは防げる。薬も作れるんだ。食事が原因なわけないと言って、もうバッサリ、その高木兼弘の成果を切り捨ててしまうんです。ここがね、同じ国の軍隊なんですけども、陸軍と海軍が非常にこう、なんと言うんですかね、内輪揉めというか、対立してしまっているっていう、なんかこのあたりのことを考えるとね、この後、何十年後かに行われる大東亜戦争での、ね、もう惨々たる結果というか、もういろんなね、話がそこにもありますけども、ね、こううまく情報共有ができてなかったり、一つのこうまとまりとしてね、同じ国の軍隊でもうまくいってなかったっていうところがこの辺から見えてきますよね。さあ、それでね、この陸軍ね、海軍の方では高木兼弘という軍医が、いましたけども、陸軍の方はどうだったかというと、森鴎外なんです。ここでまた出てくるんですね。ね、森鴎外って、舞姫とかね、その文豪としても非常に有名ですけども、実は森鴎外ってもう超エリートの超天才で、なんと医師でもあったんですよ。で、医者やりながら小説でもものすごい活躍するっていう、もうとんでもない大天才がこの森鴎外だったんです。もうね、経歴もすごいんですよね。東大の医学部に出て、さらにドイツに留学して、ドイツ式を学んでるんです。そう。だからこの陸軍の軍医をね、こう統括していた森鴎外っていうのは、東大の医学部、さらにドイツ、まさにこう、必然的にもうね、細菌説を支持するようになったっていうことなんですよ。
ね、だから一方では海軍でね、実験を行って食事の改善によってもう素晴らしい成果を上げている。ね、それが同じ国で行われているにもかかわらず、もう陸軍側、この森鴎外の側はそれをバッサリ、切り捨てています。もう当時のこのバッサリ具合はですね、ものすごかったらしいですね。もう東大のね、先生なんかももうふざけんなと。麦なんかあんな消化にいいわけないだろうと。そんなものを平坦に食べさせるんじゃない。いうふうに言っていますし、このね、森鴎外なんかもですね、なんて言ってるかっていうと、その麦飯などの雑食っていうのは、もう下賤のもの。要はもう貧しいものとか身分の低いものが昔から食べているもので、兵隊の食事としてはふさわしくないっていうことを言っていたりだとか、あとはその日本の風土、食習慣を大事にしたもの、やっぱりこの白米こそが兵士の食事として適切なんだっていうもう考えをですね、ガンとして変えなかったらしいんですね。だからそれ以降も陸軍の方ではね、一方も海軍ではほとんどもうこれによってね、かっけ患者って激減するんですよ。もう食事も変えて、じゃあうちらでやっていこうぜっていう感じで、もうどんどんね、改善していってそのかっけの数減るんですね。で、片や陸軍の方ではもうそんなことしない。うちはもういいです。もう食事はこのまま白米でいきます、うちは。だってこれ細菌なんです、もうね、原因は。それはだから、この細菌を見つけるためにこれからも研究し続けていきますということで、方向性を変えなかったんですね。さあ、そうこうしている間にやってきてしまいます。日清日露戦争。この大きなね、近代の日本が、体験する大きなこの戦争の二つが、そんなさなかやってきてしまうんですね。で、この時にね、まあ日清戦争、日露戦争、もちろん歴史の教科書でご存知だと思いますけれども、このそれぞれのね、犠牲者の数、っていうのが、まあ日露戦争の方がものすごく多かったんですけど、まず日清戦争から見ていくと、死者、戦死ね、戦争の戦いによる死者っていうのは364人だったんですよ。なんか意外に少ないなと思いません？なんか日清戦争って ものすごい大きな戦争のイメージあるじゃないですか。ね、もちろんまあ364人もすごい数ですよ。すごい数なんですけども、なんか日清戦争っていうイメージからすると戦死者の数って364人だったんですよ。ただ、その時この活気による死者数がなんと4064人もいたんです。つまりもう全然数違うでしょこれね。戦死364人、活気4064人、もうだから戦争で死ぬっていうかみんな病気で亡くなってるんですよ。活気によってこれだけ多くの人命が失われてしまったってことなんです。しかもこれはほとんど陸軍ね。海軍はもう食事変えてますから、死者どころかもうそもそも脚気患者すらあんまり出ないわけですよ。でも陸軍はまだ白米でしょ。で、食事一切そのまんま。で、やっていますので、これだけ多くの犠牲を生んでしまった。そしてさらに大変だったのがこの日露戦争ですよ。ね、もう日露戦争といえばもう、あの大国ロシア、ね、もう初めてこう、日本が西洋、いわゆる白人と戦ったっていう、もうまさにそういうことなんですけども、もう日露戦争、多大、もう心象ですね。辛くして勝つという、まあ心象、ほんとギリギリ、なんとか勝ったっていう、多大な犠牲をね、払っているわけなんですけど、ものす、これ見たらもう日清と日露の差がすごくわかりますよね。戦死者、8万5600人だと。ね、これだけ多くの方が亡くなっています。ただ、この時の活気患者数がやばいです。なんと25万人。ね、25万人の方が活気によって倒れてしまった。で、うち死者が2万7800人と、もう3万人近い方が、この日露戦争の中でもですね、亡くなっているんですね。ね、亡くならないまでも患者25万人ですから。だって戦争ですよ。ね、戦争ってこう、ね、もう銃を持ってこう、要は戦いに行くわけじゃないですか。体力ものすごい大事ですよね。そのうち25万人の人はもう足元フラフラなんですよ、活気で。頭も働かないし、みたいな。そんな状況でよくぞ戦ったって、もうそれもまずすごいんですけど、でもね、これだけ多くの犠牲を生んでしまったっていうね、事実としてあるんですよ。で、その根源はもうすべてはこのビタミン B1 不足。つまり食事だったんですね。これは本当にね、大きな事件だなというふうに思います。
さあ、それでこんな戦争を経てもですね、依然としてまだ活気は解決してないんですよ。で、この頃はもうほんとね、国民も豊かになってきて、みんな白米を食べ始めて、どんどんもう軍隊だけではなくて、国民もどんどんこの活気によって、命を失っていくわけです。もう、結核と活気っていうね、今の癌みたいな状態ですよね。非常に怖い病気でした。さあ、戦争はなんとか勝ったけれども、この活気は解決していないということで、国内でですね、活気の原因究明に向けて、またこう、研究が進むわけなんですけども、で、依然としてやっぱ細菌説なんですよ。必ず細菌がいる。もうまだ諦めない。絶対病原菌がいるはずだということで、この東大中心にしてですね、調べるんですね。研究が進んでいくんですね。で、そこで出てくるのが、この都築仁之助というですね、この方も陸軍の軍医の方です。都築先生という方ですね。で、この都築さんはですね、もともとは、当然ね、陸軍の軍医ですので、細菌説を支持していました。そして、一時はですね、この都築先生はですね、これこそが見つけたよと、これこそが活気の病原菌だっていうのを見つけましたって言って発表するんですね。で、発表するんですけど、まあ、当然いないわけですよ。そんな細菌なんていないんですね。だから勘違いだったのか、何なのかわからないんですけども、発表したけども、でも、この言う通りに再現しましたけど、病原菌出てこないですよってすっごい突っ込まれて、結局、間違いだってことになっちゃうわけですよ。ね。細菌を見つけたと思ったのに、それは否定された。で、そんな中で、もう、陸軍ね、軍医の中でもう、病原菌を探そうっていうことでですね、海外に今派遣をして、インドネシアに調査団が派遣されます。で、そのインドネシアに派遣されたね、この病原菌を見つけるためにですね、インドネシアに、医師とかが行くわけなんで、一団が行くわけなんですけども、その中にもこの都築仁之助は入ってるんですね。でも今度こそはね、前は最近発見したと思って発表したけども、結局すごいバカにされた。もうその汚名をね、これ晴らすべく、そのインドネシアにね、最近を探しに行くわけですよ。で、こうやっていろいろ調査をするわけなんですけども、途中から、あれ本当に細菌っているのかなみたいな、ちょっと迷いが生じ始めるんですよ。あれこれもしかして細菌じゃないのかなって。で、ちょうどそんな折、オランダ人の医師が米ぬかから発見した成分によってこの活気が予防できるみたいな話を聞くんですね。オランダ人医師がその米ぬかの成分で活気が予防できたっていうのを発表したと。あ、そうなのかと。本当にそうなのっていうことで、この都築仁之助はですね、実験をするんですね。鶏に米ぬかを与えてみて、もう一方は白米を与えてみて、どうなのか。見てみたところ、米ぬか、ね、ビタミン B1 が入ってる米ぬかを与えた鶏ってのは元気なんですよ。元気に走り回ってる。でも白米を与えた方は、もうフラフラ、活気にかかってしまう。これ本当に米ぬかの成分が活気なんじゃないの？ということで、この都築仁之助はですね、米ぬかが入った、米ぬかを使ったお菓子だとか、米ぬかから成分を抽出したエキスとか、そういうものをどんどん世に出し始めるんです。で、それを使った人たちが、米ぬかめっちゃ効くじゃんと。米ぬか知ってる？米ぬか。なんかね、都築仁之助先生のあの米ぬか試したらめっちゃ活気治るんだってってのが、うわーって広まって、一時的に米ぬかブームが起きます。米ぬかすごいと。ね、米ぬか取ってれば活気にかからないってことで、うわーってブームになるんですが、この時、森鴎外がもうブチ切れるんですよ。ね、お前ふざけんなと。お前陸軍だろと。ね、お前分かってんのか鈴木さんと。え、我が陸軍は細菌説を支持していると。活気は病原菌がいるはずなんだ。それを我々は日夜睡眠時間を削って心血を注いで探してるんだ。それが君は一体何をしているんだ。米ぬか？なんだ、君は海軍の肩を持つのか、食事によってそれが変わる、改善されるってことを言ってるのか。ふざけるなって言ってですね、この都築仁之助先生はですね、森鴎外がいた、その、活気の、まあ、対策チームからね、外されちゃうんですよ。もうお前、細菌説じゃないならあっち行けってことでね、チーム外されちゃうんですね。
で、その後、せっかく米ぬかによって、脚気の患者数減っていたんですけども、その騒動があったせいもあってですね、もう米ぬかがあんま使われなく、こう、広まらなくなっちゃったんですね。で、その後は逆に、米ぬかがね、せっかくブームになって、脚気の患者数減っていたんですけども、それがなくなってしまったので、またこっから、脚気患者数ってどんどん増えるんですよ。死者も増えてしまうんですよ。ねえ。で、結局ね、決着ついたの大正末期なんですね。だから昭和初期、ぐらいまでですね、その、脚気の患者数は再び増え始めたと。ね、その脚気の死者が減り始めたのは昭和になるのを待たないといけない、いうことになります。大正末期にようやく決着を見たと、いうことになるわけなんです。さあ、もう本当にこれはね、日本の歴史の中でも特に栄養学だけではなくても歴史上をしっかりこうね知っておくべきことだと思います。まさに我々日本人が過去にこういったことがあった、明治から昭和にかけてこんなような論争が行われてね、誰がどうなってっていう、別にね、こう誰が悪いとか誰が良かったっていう話でもないと思います。だって当時はもうみんなそのドイツ医学に傾倒して いたでしょうし、その食事が原因で病気になるっていうのももう荒唐無稽な、今では当たり前だけども、当時ではもう奇烈な考えだったわけですよ。だから今の価値観でね、誰が悪いとか誰がいいとかっていうことはできないと思います。ただこのやっぱね、最初にお話したことですよ、この歴史から学ばないといけないね、現代人はここから一体何を学ぶべきなのかっていうことをしっかり見ていかないといけないと思いますね。本当にだからもうすごいじゃないですか、そのね、食事を変えるか変えなかったかっていう、それだけで同じ国の軍隊、海軍か陸軍かでこれだけ被害が違っていたとね。そしてこの時に起きた東洋医学 vs 西洋医学、その影響が今にもまだ残っているっていうことなんですよね。当時はこれ本当に最新の医学だと考えられていました。でもそれで全部解決しよう、きっとこうそういうはずだっていう目論みが外れてしまった時に多大な犠牲を生んでしまったっていうことなんですね。いや本当にね、もうでもこれ明治の話でしょって思うかもわかりませんが、とはいえ令和になったこの今の時代もですね、まだまだ栄養学には分かっていないこと、栄養学だけじゃありません、医学だって人体だってまだまだ分かっていないことは山ほどある。だから今は最新だって思われていること、最新の研究エビデンス、科学的根拠とされているもの、でもそれだけで全部見てしまっていいんでしょうか。今ものすごいエビデンスが大事にされていますね。こうやって僕みたいな専門家の専門職の人が何か言うためにエビデンスは何なんですか、もっと理論的に話して、まあそれはいいかなんかもっと証拠出してくださいと、ちゃんと根拠示してくださいってすごい、まあ確かに大事です、もちろん大事、なんかどっかの誰かみたいにエビデンスなんていらないとかそんなことは僕は言うつもりは毛頭ありません。エビデンスはものすごく大事です。でも同時に見ていかないといけないのは、今回お話ししたことからこういった歴史が証明しているように、確かに医学的根拠、科学的根拠は大事だけれども、でもまだ分かっていないことはあるんだよっていうことですね。そこまでしっかり見ていかないといけない。逆に言うと今分かっていることすべてをエビデンスで片付けようってしてしまうと、目に、ちゃんその視野が狭まってしまうね。今分かっていることだけで全てを解決しようとしてしまうと、見えなくなってしまうもの、視野が狭くなってしまうもの、それによって見落とししてしまうもの、大事なものっていうのがきっとあると思うんですね。だからもちろんこれからもどん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 日進月歩ね、栄養学の世界もどん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 変わっていきます。研究も進んでいきます。それに追いついていかないといけない。ちゃんと勉強することももちろん大事です。僕も日々ね、勉強しています。自分の知識を増やすために努力しています。でも、それはもちろん大事なんだけども、やっぱりそれだけに留まってはいけないし、いろんなね、こう、頭を働かせて、あなたも含めね、こう、自分自身で考えていく。ね、食事って一体何がいいのか。ね、テレビでこれがいいと言われている。今みんな糖質が太ると言っている。ああだこうだ、いろんな情報あります。でもそれに流されていいのか。今は当たり前だとか、なんか革新的だとされていることだって、50年後、100年後見たらどうなっているんですか。果たしてそこに縛られていいんですかね。最新の学説を
を提唱してですね、支持してですね、かたくなに食事を変えなかったこの陸軍と、そして、そういった理論ではなくて現象を見てですね、あ、食事変えたら活気減ったよと、じゃあもう食事変えればいいじゃんっていう柔軟な考え、そして伝統的な東洋医学っていうものもありますけども、その中で、指揮を切ったこの海軍ですよね。そのすごく対照的なね、姿がここから見えてくるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今日すごく長くなりましたけども、この本当話せずにはいられない、ぜひ一人でも多くの方に知ってほしいと思って、この発見のお話をさせていただきました。ぜひね、楽しんでいただけた方はいいね、そしてチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。